イエーイ。もうすごいね、みんないっぱいいますよね。最高最高最高だとさ、みんなもほらこのホットでウェットでちょっとねスウェットが邪魔をする感じね。これがね、もうタオルってのはもうステージ上で必需品なわけよね。何が大事って、俺にとってバラでしょ、拳銃でしょ、サングラス、あ、いっぱいあるわ、その中の一つがこれなんだけど。しみな、しみな。で、このタオルね、このタオルね、ちょっと普通には売ってないタオルなんだよ。え？え？あれ？え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 ？ひょっとして？あ、逆だ。え？あらま。トリガーハッピー特製タオルなんすよ。これだ。これね、この一番端のこれがね、シハルね。わかる？このシルエットね。わかる。これでかくてこう。これがシハルなんですね。このトリガーのタオル、今日特別に持ってきまして、ここで売っておりますのでですね。999円です。39で売ってます。ぜひですね、この暑い会場で、しかもステージ終わるじゃない、あ、汗かいたね、あ、こんなところに倒れかったらラッキーぐらいな感じでゲットしていただけるとですね、もっと熱くさせて、オッケーオッケーオッケー、今日の思い出をね、たっぷり染み込ませていただきたいなと思います。さあ、で、まあ、トリガーハッピーは本当にね、結成したのが98年、99年からライブをやっているんで、何年今何年15、6年ね、やっています。そのうちの約十何年をチアルがいたんでね、もう本当に3分の2以上でね、一緒になってきました。で、彼はね、もちろん同級生の人とか知ってると思うんだけど、中学の時ブラバンだったのね。よく知らない名前の楽器、なんつうのあれ、管楽器の、カホンっていうの、コルネットホルネット、なんかお意識し見たこともないし、どんなもんって感じなんだけど、なんかそういうのを吹いていたらしいんでね、パパからもらってくれないんだ、誰だそれっていうのは。まあブラバンで、まあ中学の時からそんな音楽だったんだなと。まあそれからかの悪友であるね、三河さんとの、まあ、付き合いからね、ああいうふうになっていくんだなというね、人間堕落しちゃいかんなと思うわけだけど。まあね、その素敵な出会いから、ジェシカという当時のね、ビデオとかを写真見た時にびっくりしてね、え、高校生でこれなの、衝撃がありましたね。で、なんだっけ、ジェシカの再結成ライブ、もう十何年前、ね、10年ぐらい前かな、もう見に行って、でその前にフェイシアのチアルを見せたんで、こいつすっげえうめえみたいな、もう音突き抜けスパーンスパーン行くし、歌いながらインカムで歌いながら叩きながら歌うしね、叩き方がかっこいいね、うまい下手っていうかね、叩き方がかっこいいんだね。で、もうガタイもでかいから握手もそのまあ、意外とね、こんな感じちっちゃい時はなんてすごい大きい時の、まあ、要するに差があって、まあ、見せ方がうまいと言った方がいいのかな、すごいかっこよくなったね。でジェシカの再結成する時はもうトリガーハッピーはあったんだけど、まだチアルじゃなくて、でも久々にチアルさんの見れんなって言って見たんだけど、まあ、正直そのフェイシャーの時のチアルよりもかなり数段腕が落ちててで、なんか聞くところによると全然バンドの間やってなかったと。で、彼はなんかそういうところあるらしいんですよ。すごくバンドバンドって思うんだけども、今日もそのチアルがちなんだバンドをやろう、まあ、してなんかもちろん個別でね、練習とか遊びはあったんだけど、本当の意味でバンドとしてやったらこの3バンドしかないよね、多分ね、なんですね。ジェシカ、フェイシア、でトリガーハッピーで、すごくもう彼はもうのめり込むタイプなんで、ドラムは本当に超うまかったしなんだけど、バンドやんだ時全然やらない、なんかずっと野球ばっかだったり、ずっとボーリングばっかりだったからなんかそういうやつなんだね。でも、まあ、バンドやりだすと本当にすごい集中力で、で一回ね、あいつ辞めるとか言った時があって、トリガーハッピーはね、なんで辞めたいんだって、音楽性が生んだらかんだらぐずぐず言うわけよ、これはね。で、まあ面倒くさいなと思って、年末でさ、じゃあ年越し繰り上げみたいな感じでさでとりあえずその時はでも一生懸命こう説得したけど、俺はもうチアルに辞めてほしくなかったから、でそこで言ったのが、何やりたいのって、いやもうちょっとこうマニアックなね、音を突き詰めたことをやってみたくなったっていうわけでね、出た出た、その急にこうバーって盛り上がる癖がねでだね、まあ分かったと、じゃあそれはそれでやんなさいと、やればいいじゃないと、だって掛け持ち全然 OK、 トリガーハッピーの掛け持ち全然 OK だからみたいな、
ね、でそっちでテクニック的なことをスキルを好きな思うどんどんやればいい。でも鳥がハッピーみたいな楽しい曲はないと思うよって言ったら確かにそうなんだよなって言って、それまでもう絶対やめると、やめます、もう会っても心変わりませんって言ってたのが、そこで結構考え出したんで、じゃあ年明け答え出してよって言って、年明けてミーティングね、どうするって言ったら、やらせていただきますっていうことですね。でもまあ逆に言うと、それまでの助っ人って形から編入したこともあったし、まあ、そんなことも経験してやりますって言ってからの彼は もっとさらにその自分なりの思いとか考えをこのトリガーハッピーにどんどん出しになってきて、まあ、さっき紹介したけど曲の編曲だったりとか新しい曲作るとか振り付けなんかも今こうやってルンルンガルタイっていうルンルンガルタイっていうんですね。で本当はね2人いるんですけどね、1人ちょっとおめでたになっちゃったりしちゃったので、ね、今日は1人で頑張ってやってもらってますが、まあ、その振り付けなんかもきっちり覚えてるのね。で振り付け師がもともといたんですけど、ちょっと来れなくなって、で新しいルンガルを入れました。え、ここの振り付けどうすんだっけって誰も知らない中で、千春だけ後ろで、あ、それね、こうやってこうやるんだよって、よく知ってんねみたいな、あいつずっと後ろで叩きながらルンガル見てんだよねもう本当にあいつ一番振り付けよくしてたからね。あいつがずっとその前から言ってたのが、俺トリガー発表一度でいいからそのステージ側から見てみてえなってずっと言ってたんですよ。いや、それは無理だねってずっと俺は却下したんだけども、まあそういう意味ではこの間の年末、去年の年末にね、本当にステージの人間たちはそこに千春がいるつもりで、見せつけるつもりで、まあ、燃え尽きたという、燃え尽きちゃ終わってなかった、実質燃え尽きた感でね、もうしばらくあんまやってなかったんだけど、まあ、燃え尽きたのが年末あって、ただまあその時は僕のイメージの中では彼はそっち側にいてずっと見たかったなって言ってたのを遂げさせたつもりなんですけど、今日はね、もう何度も言ってますけれども、最後にもう一回やろうぜというのが俺の中の気持ちです。お前勝手に観客席に行ったっきりじゃねえんだぞと、でここで見守れよって話で、もう一度だけね、やつと一緒にステージに上がりたかったなっていう思いを果たすためだけにやってるようなもんです、すいません。あ、いや悪いね、俺のためにみんなまあでも本当にね、こんだけの人に愛されていた男なんだなって作ってもらいます。で今日、まあ本当来れなかった人たちの中でもすごい来たかったんだけど、まあ、いろんなね、大人ですから家庭の事情だったり仕事とかで来れなかったって人たちからいっぱいメッセージももらってます、うん、本当だったらね、もっともっとこう入りきんなじゃねえのぐらいの人が、ね、いたかもしれないんですけども、まあ、気持ちはすごく十分届いてると思うし、なやつにも分かってると思います。さあ、なんでこんなに長く MC するかって、次の2曲すげえハードなんだよねここでちょっと体力温存してもらえないときついわけですね。というわけで次のナンバーだけど、次のナンバーはね、まだ若い、ありがとう。 Way to the Hell という曲なんですね。 Way to the Hell ね。でまずこの曲は非常にハイテンポです、ね、非常にハイテンポで1曲やるとメンバー全員がぐったりしちゃうぐらいのハイテンポですね。だからステージじゃないや、ライブハウスじゃないや、スタジオで練習して、じゃあ次の曲何やろうか、あ、じゃあヘルやる、チアルはやだ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 ヘルはいい、もう1日1回でいいみたいな言ってたね。でよくふざけてたけど、トリガーいつまでやるんだって、もうこれはあんまライフワークだから一緒やるんだよって言ってて、じゃあ俺何か還暦になってもやるの、そうだ、もう赤ちゃんちゃんこ来てウェイトザヘルってやるんだよとかって言ってたんだけど、まあ、そのウェイトザヘルにも振り付けがあります。さっきほど難しいのはイッツシンポなんでね、ぜひ一緒にやってください。はいはい、あ、何もない今呼ばれて、はい、普通に来られちゃうね。まずね、3アクションね、ワン、ツー、親指を立ててスリーで終わるんですね。これを Way to the Hell って感じね、 OK ね、ヘルよ、ヘルヘル、軽く Way to the Hell じゃないからね、ヘルと思いっきり振ってください。さあね、千春が練習で一番やりたくなかった曲でもそれながらあいつ大好きだよって言いながらこの曲が大好きだよ。お送りしましょう。